はい。今回はですね、半導体銘柄、日本株で5銘柄、アメリカ株で3銘柄紹介していきたいと思います。もう半導体銘柄ってもうずっと上がってまして、こう、資金が半導体に流れてきて、ちょっとそれが抜けて、半導体はもう終わったかなと思いきや、また最近半導体に資金流れてきてるっていう状況で、非常に息の長いテーマというか、相当強いセクターなので、これは必ず押さえておいてほしいなということで、これまでの振り返りも踏まえて定番どころ銘柄紹介していきたいと思います。 本当に最近だと、こう、仮想通貨が厚かったりとか、ワクチン関係が扱ったりとか、いろいろあるんですけれども、なんだかんだ言っても、やはり業績が非常に良いということで、何度でも、こう、ゾンビのように復活してくるテーマが半導体だということで、定番のところを紹介していきます。まずは、レーザーテックですね。これ何回も言ってますけれども、半導体検査装置の会社ですね。で、EUV に関してはシェア100%という状況ですね。で、EUV っていうのは、 半導体の中でも新しい技術になってくるんで、それこそ、こう、ガラケーが普及して、そこからスマートフォンっていうものが出てきて、そっちに時代が変わるっていうぐらい、こう、画期的なものですね、EUV っていうのはで。そこでシェア100%取っているということで、え業績も,も非常に絶好調ですね。売上46%プラス。で、最終利益も29%プラスなので、売上純順利益ともに過去最高水準ということで、これは必ず抑えておいてほしい銘柄ですね。 はい。次の銘柄はルネサスですね。こちらの銘柄は自動車向けの半導体に強みを持っている会社ですね。で、自動車向けって本当にここ最近急激に需要が増加してきてて、それは当然 EV とかそういったところでこう半導体が足りてないっていうニュースを聞いたことあると思うんですけど、あれは自動車向けの半導体が足りてないっていうことなんですね。これまでそんなに注目されてなかったんですけども、急遽、まあ、自動運転、EV、そのあたりが注目されて、 一気に需要が増加しているっていう状況ですね。なので、自動車向けに関しては、ここ一社がめちゃくちゃ強いっていうのはまだそんなにない状況で、期待値が今、高い銘柄ということですね。で、業績に関しては、めちゃくちゃいいわけではないですね。2021年に関しても控え値ということなんですが、チャートがこうコロナショック以降、ずっと綺麗に上昇しているということを見ると、やはりテーマ的に相当期待されているということですね。あとはもうここで。 好業績出してくればもう全然問題ないということですね。なので次第1クォーター出してくるんでそこでどれぐらい売上純利益出してくるかっていうのは注目ポイントかなと思いますね。あとは会社が出してくる通期予想に関しても注目していきたいという銘柄ですね。はい、次は東京エレクトロンですね。もうこの銘柄は半導体といえば東京エレクトロンっていうぐらい日経平均株価にも採用されてて かつ、寄用度も相当高い銘柄なので、これは注目銘柄ですね。で、本日、なんと株価6.34%上昇しているという状況ですね。この理由については、ちょっと後ほど述べます。で、業績の方に関しては、売上高20%プラスで、最終利益も26%プラスですね。会社予想では、ここが過去最高を超えないっていう予想になってるんですけど、もしかしたら過去最高を超えるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、それぐらい今、半導体の需要というのがすごい増加しているということですね。 はい、まあ、ということで、えー、こちらも言わずもがなチャートがめちゃくちゃ強いですね。はいまあ、日経平均株価が強いっていうのもあるんですけど、それと相まみ合って相当強い銘柄なんで、460万円ちょっと高いんで、一株から買える証券会社とか使ってもらったらと思います。 はい、そして次の銘柄はフェローテックですね。これも前回紹介してからずっと株価上昇しているんですけれども、これも非常に面白い銘柄ですね。真空シールっていうところに強みを持ってるんですけども、それが世界シェア6割持っているということで、え非常に面白い銘柄ですね。真空シールっていうのは半導体の部品ですね。で、売上高に関しては9.1%プラスで、純利益の方がすごいですね。3.9倍ということで。 こちらは、なんと2011年の過去最高の純利益44億円を上回ってくる。70億円、純利益で着地してくるということで、月足で長く見ると、まだこう過去最高には届いてないんですけれども、EPS で考慮すれば、いずれここ、えー、高値ブレイクしてきてもおかしくないっていう状況ですね。EPS に関しても、ここが180円で、今年の見通しが188円なので、とにかく絶好調であるということですね。 はい。で、真空シールって何なんですかっていうことで、こちら公式サイトですけども、不純物のない密閉空間を確保ということで、まあその名の通り真空状態を作り出すシールですね。で、主に半導体とかフラットパネルディスプレイとか LED、太陽電池とかですね。そのあたりで注目されてて、太陽光関連って最近暑いですけども、そういったところにも使われているということで、こういろんな半導体関係の製造に必要なものですね。 真空シールの事例としてですね、こちら皆さんの家庭にも、まあ一家に一台スパッタリング装置って言われてますけれども、こちらにも、えー、採用されております。はい。<laughs> まああとは、えー、これはちょっと家庭によってはないかもしれないですが、CV。はい。まあということで、えー、非常に多くの用途でこう利用されているということですね。はい。そして日本株最後の銘柄は新興電気工業ですね。 株価大体30万ぐらい、時価総額4000億円ということで非常に面白いところですね。で、売三上ーは23%プラス、純利益5倍ということで、この純利益の伸び方が尋常じゃないということですね。はい。まあ、直近で出した第3クォーターの決算に関しても、めちゃくちゃ強いの出してきてますね。売三上三33%プラスの純利益5倍ということで。 えー、すぼ、あの、非常に好業績なわけですね。チャートの方もですね、これ、月足ですけれども、もうめちゃくちゃ上昇しているという状態ですね。日足で見ても、コロナショック以降、ずっと上がっているという状況になっております。はい。で、なんでこんなに上がってるんですかと、何してる会社なんですかということで、リードフレームの大手メーカーですね。 リードフレームっていうのはちょっと専門的になるんですけれども、簡単に言うとスマートフォン向けでよく使われるものなんですけれども、で、このリードフレームっていう技術が最近を一般的になってきたということで、これまでワイヤーボンディングっていう技術使われてたんですけれども、これも面白い銘柄ということですね。はい、そしてアメリカ編3銘柄で、これも定番どころなんですけれども、必ず押さえておいていただきたいのが TSMC、アプライドマテリアルズ ASMLSMH ですね。この SMH っていうのは、 ETF なので、半導体銘柄詰め合わせみたいなイメージですね。半導体の話をする上において必ず欠かせない。もうこいつなしでは半導体は語れないと言われているのが TSMC ですね。台湾セミコンダクターっていう世界最強の半導体製造工場みたいなイメージですね。ファウンドリーの会社なんで。まあ、なんか例えると寿司職人、まあ、例えるとトヨタ自動車的なポジションでトヨタがこう車作りたいってなったらタイヤもいるし、エンジンもいるし、ボディもいるし、じゃあ タイヤはどこどこのタイヤを使って、えー、ホイールはどこどこ製のホイール使って、こう、まあ、あそこのあれとあそこのあれをくっつけて自動車作っちゃおうみたいな感じだと思うんですけれども、ポジショニング的にはそういう感じですね。なので、それがゆえに、利益率が非常に高いわけですね。ほぼほぼいい値で作れるということで、やはり利益率がもう化け物、とんでもない利益率を叩き出しているということですね。で、それがこの TSMC ですと。 で、アプライドマテリアルズっていうのは、半導体製造装置メーカーの世界売上ナンバーワンの会社ですね。これ2019年版のランキングですね。半導体製造装置メーカー売上ランキングで、1位アプライドマテリアルズで、2位が ASML で、3位が東京エレクトロンですね。で、東京エレクトロンの株価がなんで上がってたのかっていう話につながるんですけども、2月18日ですね。こちらにアプライドマテリアルズ決算発表して、好業績だったということで、株価、 上昇しているわけですね、えー、でこれを受けて東京エレクトも本日6.34%上昇しているということですね。業界ナンバーワンが業績いいなら、業界3位もいいでしょということで、まあ、連想で買われているという状況ですね。はい、そして ASML ですね。これも半導体製造装置なんですけども EUV に強みを持っているということで、先ほど言ったように本当に革命ですよね。半導体業界の革命、EUV という新しい技術のところで、 シェアをほぼほぼ抑えている会社ということですね。なので、この3社は相当もう半導体で見ても世界的に超トップクラスに有名な会社ですね。で、こういう個別銘柄を買ってもいいんですけれども、別にこういった SMH のような詰め合わせの ETF を買っても大丈夫ですね。このチャートがもう半端じゃないチャートしてますけれども、これなんですが、組み入れ銘柄が TSMC 一番組み入れられてますね。ント。 なので TSMC 直接買ってもいいかもしれないですね。あとは NVIDIA とか ASML とか Intel Applied Materials とかいろいろこう詰め合わせで入ってるんでいちいち個別こう買ったり売ったりするのめんどくさいなっていう人に関してはこの SMH 結構有名な半導体の ETF なんでこれを買っておいてもいいんじゃないかなということですね。 はい。ということで、今回、半導体銘柄の紹介となります。半導体は本当に何回も何回もテーマになるんで、資金が抜けてはまた入ってきてということで、セクターローテーションって言うんですけども、それが非常に起こりやすい、もうずっと強いテーマ関連なんで、ここでこメジャーどころは必ず押さえておいてほしいかなというふうに思います。はい。で、ちょっと次の動画ではまた、もうちょっと面白い、これから来そうなテーマ、取り上げていきたいと思いますんで、株式投資、興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上。